オキサリプラチンは白菌製剤に分類される抗がん剤である。名古屋市立大学薬学部名誉教授である北に信則らによって合成及び抗がん性の発見がなされ、北に研究室で基礎的な研究開発が行われ、オキサリプラチンと命名された。その後フランスのマッセイらによって臨床上の開発がなされた。名称にあるプラチンが白菌を示している。類薬にシスプラチン、カルボプラチン、ネダプラチンがある。日本ではエルプラットの商品名でヤクルト本社が製造販売し、後発品も複数発売されている。日本で厚生労働省により認可された適用症は以下の通り。臨床開発国フランスやアメリカ FDA に認可された適用症も同じである。レボホリナーとフルオロウラシルの持続常駐投与法に本剤を点滴投与で併用する。このレボホリナーとフルオロウラシルの持続常駐投与法というのは抗がん剤フルオロウラシルの効果をレボホリナートという薬剤で増強する方法である。アメリカなどではレボホリナートでなくホリナートフルオロウラシルの持続常駐投与法に併用する。日本においてはホリナートの結腸直腸がんに対するフルオロウラシル効果増強が承認されていない。特徴的な副作用は手、足や口唇周辺部の感覚異常や知覚不全であり、ほとんど全例に現れる。また、他の抗がん剤と同様に骨髄抑制、食欲不振、嘔吐などの副作用もある。添付文書に記載されている臨床試験での発現率は 75.0% から 100%。総計は 89.5% である。オキサリプラチンの神経毒性は他の白菌製剤とは異なり、急性神経毒性と蓄積性神経毒性の2種からなる。急性神経毒性は主にオキサリプラチンの配位であるシュウ酸が錯体から離脱して生じると考えられる。寒冷刺激で増悪するので、冷たいものに触る、寒い場所で素手でいるなどを避けるべきである。蓄積性神経毒性は主に、脊髄交感神経節などの神経細胞の変性や細胞死によると思われる。蓄積性毒性は適宜減量、休薬して回復を待つ以外に、決め手となる治療法がなく、症状が進むと回復に長期間を要する。体内で活性体に変換され、その活性体が癌細胞内の DNA とも結合する。この結合のため DNA の複製及び転写が阻害される。ありがとうございます。